じゃあ早速なんですけど、はい、補助を見させていただきます。はい、はい、よいしょ。じゃあでゼラグリの補助がこちらですよね。ここのゼラグリを設置しているハウスの大きさっていうのはどれぐらいですか？5R だったかな。そうです。あ、下と合わせて5R ですね。あ、そうですね。はい、もう一つのところが、もう一つの補助が 25R なんで、まあ全部で 30R、 合計2つの補助に今ゼロアグリを設置。そうですね、はい、他の生産者さんと比べて 5R って比較的小さめだと思うんですよ。っていう中でも入れられたのって、自宅から離れている補助が3箇所あるんで、自宅から離れているところにまず置きたかったっていうのがまああって、まあそれがたまたま5R しかなかったっていう。まあやっぱ離れてると何が起こってるのかわからないっていうのと、まあゼロアグリ使ってると、まあ例えば水が止まったりだとか、まあ冠水できてなかったっていうこともまあ知らせで、まあスマホの方に来るんで、離れた方につけた方がまあいいかなと、管理しやすいかなと。それまでじゃあ3つの補助を行き来するのってどういう1日の流れでやってらっしゃったんですか？とにかくあっち行ったりこっち行ったりですよね。一番離れてるとこだったら、自宅からやっぱ20分離れてるんで、20分かけて様子を見に行って、20分かけて戻ってきてっていうのを繰り返してやらなくちゃいけなかったのが、まあ今はまあそこもまあとりあえず安心して見れるかなと。冠水チューブを あのセンサーであったりとか冠水チューブを見せていただくことって可能ですかね？はいはい、冠水センサーがですね、センサーは今土壌センサーは今ここに入れてますですね。中に土壌中にちょっと入れてる感じですかね。はい、日射センサーはどちらになりますか？これが日射センサーですね。はい、ありがとうございます。